ハリケーンカトリーナ襲来後に再開した本店、カフェデュモンドは、アメリカ合衆国ルイジアナ州ニューオーリンズの喫茶店。1862年、フレンチクォーターのディケーター通りに開店。当時の古風なオープンテラス形式の店舗を、現在も保っており、観光客が訪れる名店の一つに数えられる。ベニエと呼ばれる粉砂糖をかけた角型のドーナツと、チコリーリのフレンチローストコーヒー。 カフェオレが看板メニュー。1980年代になるとチェーン店展開を開始し、かつてはジョージア州アトランタにも店舗があったが、2016年12月現在はニューオーリンズ市とその近隣にリバーウォークをはじめ、9つの喫茶店と4つのギフト店が営業中である。バトンルージュ市にも一店舗がある。本店は24時間営業で、ほぼ年中無休で営業しており、 クリスマスとハリケーン接近時のみ休業する。なお、カフェデュモンドのコーヒー粉末は、同店以外にも米国内の大型のスーパーマーケットやアジア系食材店、ケージャンクレオール食品のネットショップでも販売しているところがある。また、日本国内のカフェデュモンド店舗でも販売していた。1990年にダスキンの経営により日本進出し、 2005年時点では36店舗あった。しかし、2009年に店舗数が30割2012年に店舗数が20を割り、2016年12月時点では10店舗あったものの、2017年には5店舗に減り、2018年には1店舗に減り、最後の1店となった、ミト形成百貨店の店舗も2018年3月19日に閉店し、 アメリカ本国での創業者であるフェルナンデス社との独占的ライセンス及び供給契約が2018年3月31日をもって解消され日本から撤退した。日本の店舗では本場のメニューにはないリップベニエ、ホットドッグなど独自のメニューも用意していた。ありがとうございます。